はるかって、もう呼んでくれないの？さっき、助けてくれた時みたいに。七クマ。俺の名前は南翔也。何の取り柄もない高校2年生だが、友達に誘われたのがきっかけで生徒会の役員をしている。南くん、この書類に目を通しておいてくれる？あ、はい。彼女はさくらはるか。同じ学園でこの学校の生徒会長だ。クールでかっこよく、一部の生徒の中には熱狂的なファンもいるらしい。そして実は俺も彼女に憧れを抱いている生徒の一人である。そんな俺は最近悩んでいることがある。それは、会長、こっちの書類にハンコお願いします。そう、そこに置いておいて。あ、はい。なぜか彼女は俺に対してそっけない態度を取るのだ。いや、もともと愛想が良いタイプではないんだけど、俺との会話では一切笑ったことがない。嫌われてると思ったこともあったけど、どうやらそういうわけでもないらしく、俺が笑っているのを見たのはたった一度だけ。それは去年の文化祭の時だった。ママ。どうしたの？ママとはぐれちゃったのかな？泣いている子供の手を引いて一緒に母親を探す彼女を偶然見かけた。幸いすぐに見つかり、嬉しそうに母親と手をつないで歩く子供の後ろ姿を見送りながら、彼女は優しく微笑んでいた。笑顔を見たのはそれっきり。それ以来彼女のことが気になるようになり、気づけば好意を抱いていた。だから今度開催される文化祭で今までの思いを伝えようと思っている。会長のことを意識するようになってからちょうど1年。彼女は俺に全く興味がないだろうから間違いなく振られると思う。それでもけじめをつけたくて、俺は彼女に告白しようと決心した。そういえばもうすぐ文化祭ですね。ああ、そうね。毎年たくさんの人が集まるから、近隣に住んでいる人たちの迷惑にならないように気をつけないと。それで、もしよかったらなんですけど。何？勇気を振り絞れ、俺。文化祭、一緒に見て回りませんか？いいわよ。え、いいんですか？ほら、せっかくの文化祭なんだから、一人で過ごすのもなんだか味気ないでしょ？それに生徒会長として、生徒たちがどんな風に文化祭を過ごしているのか、様子を見るのもとても大切なことだと思うの。生徒会長としてか。ちょっと残念だけど、会長と一緒に文化祭を回れるのはすごく嬉しい。俺は心の中でガッツポーズをした。会長は甘いものとか好きですか？嫌いじゃないけど。よかった。うちのクラスクレープ屋なので当日食べに行きましょう。そうね。じゃあ気が向いたら行こうかしら。はい。会長に楽しんでもらえるように当日のプラン考えておきますね。わかったから。まずは今日中に片付けなきゃいけない仕事を早く終わらせて。相変わらず不愛想だな。だけどもし俺のことが嫌いなら誘われても断るよな。悩んでる時間がもったいないよな。よし、計画立てるぞ。会長の態度に不安になりながらも、俺は当日の文化祭デートを成功させるために様々なプランを考えた。楽しい思い出を作ることができれば、また会長の笑顔を見られるかな。そしてあっという間に文化祭当日がやってきた。え、なんで南がさくらさんと一緒にいるんだ。羨ましい。く、抜け駆けとは卑怯な。ちょっと待って、二人っていつからそんな関係なの？みんなの視線が痛い。今更だけど、会長ってやっぱり人気者なんだな。うちのクラスのクレープすごく評判いいので食べてみてください。ありがとう。美味しい。お店で出せるくらいクオリティが高いわね。嘘、ちょっと笑ってくれてる。かわいい。気に入ってくれたみたいでよかったです。めちゃくちゃ美味しかったから会長にも食べてもらいたかったんですよ。そう、ありがとう。あれ、一瞬で不機嫌になった。次はどこに行きましょうか？喉が渇いたからとりあえず飲み物を買ってくるわ。あ、俺買ってきますよ。ちょっと待っててください。なんで急に不機嫌になったんだろうか。俺、気づかないうちに会長を怒らせるようなことしたかな。いやいや、落ち着け。俺、もともと会長はいつもあんな感じだろ。別に機嫌が悪いってわけじゃ。そんなことを考えながら戻ると、会長は見知らぬ男に囲まれていた。
ねえねえ、君めちゃくちゃ可愛いね。俺たちとどっか遊びに行こうよ。連れを待っていますので。ナンパ？そんなこと言わないでよ。絶対俺たちと遊んだら楽しいよ。ちょっとくらい学校抜け出しても問題ないっしょ。ほら、あっちに車止めてあるから行こうよ。まずい。はるか。え？こんなところにいたのか。みんな探してたからあっちに行こう。ちょっと、みなみくん？おい、なんだお前。俺らのこと無視してんじゃねえぞ。この子、俺の彼女なんだけど、これ以上しつこく付きまとってくるなら、分かってんだろうな。ごめんなさい。くそ、行くぞ。今のうちに。はあ、ここまで来ればもう安心ですね。会長？みなみくん。って。あ、ごめんなさい。会長を助けなきゃと思って、とにかく夢中で。まずい。相当怒ってる。俺みたいな奴が会長のことを彼女なんて、調子に乗りました。本当にすみません。でも、他に助ける方法が思い浮かばなくて、下心があったとかそんなんじゃないんです。でも、あいつら会長に触ろうとしてたからめちゃくちゃ腹が立って、誰にも会長を触らせたくなかったんです。って、何言ってんだ俺。やばい。俺の片思い、マジで終わったかもしれない。会長？あれ？思ってた反応と違う？もう分かったから、そろそろ戻りましょう。待ってください、会長！何？会長はいつもと変わらず素っ気ない態度で返事をしたけれど、顔は真っ赤なままで。彼女が可愛くて仕方がなかった。告白するなら、今しかない。さっきの騒ぎでみんな心配してるかもしれないから、早く戻らないと。会長、俺をちゃんと見てください。俺、会長に伝えたいことがあったんです。ずっと前から、俺、会長のことが好きでした。普段のクールでかっこいい会長も、クレープを美味しそうに頬張る可愛い会長も大好きです。え？よかったら、俺と、付き合ってください。これは、やっぱり振られる展開か。会長？私でよければ、よろしくお願いします。え？本当ですか？うん。やばい。めちゃくちゃ嬉しい。実はずっと、もしかしたら会長は俺のこと嫌いなんじゃないかって思ってて。え？なんで？どうして私がみなみくんのことを嫌うの？だっていつも俺と話してるときは無表情ですごく素っ気ない態度だし、最近は避けられてるような気もしてたから。それはみなみくんと話せるのが嬉しくて、無表情を保っていないとにやけて変な顔になっちゃうから。何その理由、可愛すぎるんだけど。そっか、嫌われてなかったんだ。本当によかった。うん。で、ちょっと待ってください。ということは、もしかして会長も俺のこと。気づくの遅い。私だって、ずっとみなみくんと同じ気持ちだったのに。友達と楽しそうに笑い合うみなみくんや、生徒会役員としての仕事を一生懸命こなしているみなみくん。気がつけば、毎日、みなみくんのことを目で追いかけるようになって、いつの間にか好きになってた。なんだ。じゃあ、俺たちとっくに両思いだったんですね。これからよろしくお願いします、会長。うん。会長？はるか。え？はるかって、もう呼んでくれないの？さっき。助けてくれた時みたいに。あれは会長を助けるのに必死で、慣れ慣れしくなかったですか？ずっとずっと好きだったんだから、そんな風に思うわけないじゃない。じゃあ、はるか。すごく嬉しい。やっと笑ってくれた。え？
俺、去年の文化祭で遥かが迷子の小さい子の母親を一緒に探してるのを見かけて、子供を無事に送り届けた時の優しい笑顔を見て遥かのことが好きになったんです。だからもう一度笑顔を見たかったけど、いつもそっけなかったから、久しぶりに遥かの笑った顔が見れてすごく嬉しいです。なんて直接本人に話すのはやっぱり恥ずかしいですね。そうね、私もあの時の自分を南くんに見られてたって思うとすごく恥ずかしいね。え、どうして南くんは私と話す時いつも敬語なの？そう言われれば変ですよね。同級生なのに。生徒会長の遥は俺にとって憧れの存在だったから、多分無意識に敬語が出てきたんだと思う。あのね、今度からは敬語を使わないで、他の人たちと同じように接してくれる？もちろん。その代わり俺からも一つお願いがあるんだけど。何？俺のことも翔也って呼んでくれないかな？それはダメ？ダメじゃない。恥ずかしくてすぐには難しいかもしれないけど、努力する。よかった。じゃあ遥かが俺のことを翔也って呼んでくれる日を楽しみに待ってるね。はい。よし、気を取り直して今からデートしない？いろいろあってまだ全然文化祭見て回れてないからさ。付き合って初めてのデートね。そうだね。はるかはどこに行きたい？模擬店に喫茶店、お化け屋敷なんかもあるみたいだけど。それじゃあ本日の文化祭は午後2時をもって終了といたします。お帰りの際はお忘れ物のないように。うそ、文化祭もう終わり？そんなついてないな。文化祭デートは来年までお預けか。そうね。じゃあ来年こそは一緒に見て回ろうね。うん。俺たちにとって文化祭での出来事は忘れられない思い出になった。翌日からいつも通り授業が始まったんだけど、文化祭で男たちから遥かを助けたところを大勢の人が見ていたらしく、俺たちが付き合ったという噂はあっという間に広まり、クラスメートたちから盛大にからかわれる日々が続いた。その一方で、毎日生徒会室では幸せな時間を過ごすことができた。どうしたの？最近元気ないわね。そんなことないよ。言えない。君の熱狂的なファンたちのせいで疲弊しているなんて。そういえば、昨日駅前に新しいクレープ屋さんがオープンしたんですって。すごく美味しいみたいだから帰りに寄っていかない？今日は特別に私がクレープをご馳走してあげるわ。はるか、ほんと甘いもの好きだな。俺を元気づけようとしてくれる彼女の優しさがたまらなく嬉しかった。ええ、とりあえず今日の仕事は一段落ついたから、そろそろ帰ろっか。そうだね。あ、ごめん、教室に忘れ物したから取りに行ってくれよ。じゃあ先に昇降口に行ってるから早く戻ってきてね、翔也。うん、すぐに戻るから待ってて。お互いまだ高校生だけど、5年後も10年後もずっと彼女と一緒にいたい。彼女を幸せにしたいという思いが日に日に強くなっていく。大好きな彼女と過ごせる日々に幸せを感じながら俺は歩き出した。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ななくまでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。